こんにちは、花龍馬さん。今回もモテるについてね、また再びお送りしようと思います。モテるっていうのはどういうことかなっていうわけなんですけども、モテるっていうのは少なくとも自分がじっとしてても周りの人が寄ってくるというふうに考えるのはちょっと私の概念とは違うんですよね。モテるっていうのはどういうことかっていうと、もてなせているっていうこととか、もてなしているってことなんですよ。それが短くなってモテるっていう風になったと私は解釈してますし、おそらくですね、私みたいな考え方で行動してる人っていうのは同じように回答してるはずなんですよ。で、モテるっていうのはどういうことかなっていう風にもう一回言いますと、目の前の人をもてなしているかどうかってこと、目の前の人をもてなせているかどうかってことですから、だからね、やっぱりダサい格好よりもダンディーなね格好でキリッと目の前の人にエスコートを届けたいなと思いますし、それから丁寧にね、で礼儀正しく、また時には優雅に、きめ細かく、こういうところが大事になってくるのかなと思います。で、男性が女性をもてなしている場合、いわゆるモテている状態っていうのは、お姫様を扱うようにね、本当に繊細な、そしてドラマティックに演出をしていく、こういう全てだと思うんですよ。で、自分が人々からどのように評価されているかっていうことも、相手の女性にお送りするためのプレゼントですから、やっぱり名誉ってものがね、一つは求めるものかなと思います。だからね、よくね、名誉をバカにする人がいるんですけども、そんなバカにしたもんじゃないんですよ。やっぱり自分が何かを成し遂げてきた結果、多くの人から信頼された、その集まりが名誉ですからね。そして肩書き、これもバカにしたもんじゃないと思います。この肩書きっていうのは、自分が今まで、どんなことを積み上げてきたかっていうものが結晶となって肩書きという一つのものになるんですよ。まあ、こういうものがありますから、だからね、名誉を肩書きってそんなにね、軽く扱うもんではなくて、きちんともてなしている人っていうのは、ちゃんとこの2つっていうのが結果的にあるわけなんですよね。だからこそ、名誉を持ってる人、肩書きを持ってる人がもてなすのと、そういうものが全くない人がもてなすのとでは全然モテ度が違うわけですよね。だからそのモテるっていうのは、もう一回言いますけども、自分が黙っていても周りの人が寄ってくるっていうことではないんですよ。それは上辺しかちょっと捉えてないモテ方かなと思うんですよ。モテるってのはあくまでも目の前の人をもてなす、目の前の人をもてなしてるかどうかってことです。目の前の人が何人いようとも、何人を同時にもてなせるか、これがだから懐の広い人とか、器の大きい人とか、より多くの人にもてなせている人、いわゆるモテる人っていう風になるのかなと思ってます。で、お金も大事です。人をもてなすためにはいろんなアイテムが必要になります。そのアイテムっていうのは、自分が必ずしも欲しくて手に入れるものではなくて、目の前の人を最高にもてなしたいときに用意するべきものなんですよ。まあ、例えばお迎えに行くときに、高級車なのか、ハイヤーなのか、自転車なのか、ね、お金があるけども自転車っていう方法はあるでしょう。でも、お金がなくて選択肢がなくて自転車になってしまう。もちろん自転車が全部悪いわけではないですけども、自転車なら自転車で、他の演出がそれをカバーしてれば、当然目の前の人をもてなすことはできると思います。ここはね、たくさんの工夫とか知恵がいるんですよ。でも、工夫や知恵に、まあ、時間を使ってきた人とか労力をかけてきた人は、結果的にお金を積み上がっていきますんで、結局もてなすべき選択肢っていうのは増えるわけなんですよね。まあ、そういうこともあるのかなと思いますね。で、究極のもてなしっていうのが、私はね、結婚なんじゃないかなと思うんですよ。で、いくらもてなしても惜しくないというふうな人をパートナーに加えた時の、まあ、男性のね、もてなし精神っていうのは一気に発揮されるんじゃないかなと思うわけなんですよ。ただやっぱり、根本的に時間の自由とか、勉強する時間を取れるかどうかとかね、自分の頭を鍛えていけるかどうか、そういう時間を取れるかどうか、素晴らしい経験をするための人脈があるかどうか、あといろんなものをね、購入するための体験にもお金がかかりますんで、きちんと自由度を持ったお金を持ってるかどうかっていうところが、男性がね、一人で生きるときにものすごく培わなければならないところになるんではないかなと思うんですよね。ただやっぱり私もね、何でもかんでもお金ありきだっていうわけではないんですよ。でも何かサービスを買おうと思ったら、そこに値札がついてるんで、しょうがないからお金が必要になってくるんですよ。だからどんなね、スペシャルなサービスも、どんな素晴らしい知恵も、どんな素晴らしい、まあ何がしかも、全部タダだったら私もお金を稼ぐ必要はなくなります。ただそうはいかないですよね。世の中のいいものにはやっぱりいい値段がかかってくるんですよね。で、ものすごく安いものっていうのは、もしくはただ同然のものっていうのは、多くの人が求めるんで順番待ちになっちゃうんですよ。その順番待ちをすっ飛ばして、自分に先に言ってくださいって言おうとすると、多くの人をすっ飛ばしてね、行列の先頭に並ぼうとすると、
スピードパスってものを買わなくちゃいけないんですよ、ディズニーランドみたいに。ですんでやっぱりお金がかかるかなと。時間をお金で買うっていう、そういうふうな選択になりますよね。だからね、素晴らしいものが誰一人求めることなく行列もできてないんだったら、これまたおかしな話ですけども、求めるところであるんですよね。なかなかそうはいかないんですよね。みんな安くていいものは欲しがるんで、人はドワッと殺到するんですよ。結果、高くってほとんどの人が手にできないものっていうのが売れ残ってるって状態があります。ですんで、まあ富豪っていうのはそういうのを真っ先に買っていくんじゃないかなと思いますよね。だからモテるモテないっていう論争っていうのは昔からありますけども、結論的に言うと、モテないっていうのはどういうことかっていうと、モテなしていないってことなんでしょうね、きっと。人のモテなし方がわからなければ、当然ですけども人からはなかなか求められないってことになっちゃうんで、モテない自分ができちゃうのかなと思いますし、モテなすことがね、すごく上手な人とか、モテなすことが嬉しい人、楽しい人っていうのは、モテなされてね、悪い気がする人いませんから。だからやっぱここまでしてくれるんだこの人はっていうふうに思わせる人っていうのは、やっぱり人が寄ってくる人、モテる人になるんではないかなというふうに思いますね。今回はそんなところですかね。モテるというのは、もてなしているとか、もてなせているっていうことだと私は解釈しますが、いかがでしょうか。